ウッディー・ウッド・ペッカー。ウッディー・ウッド・ペッカーは、ユニバーサル・ピクチャーズのアニメーション作品に登場する、キツツキを模したキャラクターである。1940年、ユニバーサル・スタジオのプロデューサーであったのスタジオで、創造された。ウッディー・ウッド・ペッカーは、1940年代に、カートゥーン業界に登場した、スクリューボールキャラクター、マ抜けていて、奇抜で軽薄。 非常識な行動で周囲を翻弄するキャラクターの代表格の一人である。ウッディが制作された当時、ユニバーサルスタジオはディズニーから手に入れた、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットの人気が下火になっており、新しいキャラクターの暗室に試行錯誤、その中で生まれた、アンディ・パンダが唯一成功している状態であった。アンディの主演作、キツツキとパンダ一家、現代、ノック、 ノックでウッディはデビューした。しかし、ウッディのキャラクター性は、アンディ以上の人気を獲得、いつしかユニバーサルのシンボル的キャラクターへと成長した。ウッドペッカーの特徴は、うわー、うわー、うわー、わーわーというかんだかい大きな笑い声である。初期のウッドペッカーは血走しった目と鋭い歯を特徴とし、凶暴性を合わせ持つキャラクターであったが、 後期の作品になるとその性格やキャラクター設定は、音話で親しみやすく可愛らしいイメージに付加されていった。鳴き声もスタッフォード版では、ウェーイ、えー、と聞こえるような微妙な発音である。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに7000番目の星として、その名を残している。1940年11月25日、キツツキとパンダ一家、現代、で、スクリーンデビューを果たした。過去に、 当時ワーナーブラザースに数多く作品を提供していたで、バックスは2作品などを手掛けいたが、ストーリーボードを担当。本作のウッディはパンダ一家を翻弄する脇役としての登場であったが、これ以降ウッディの主演作品が多数制作されるようになる。1943年に公開されたが、第16回アカデミー賞短編アニメ賞にノミネートされた。 1944年公開の2ライバルキャラクター、聖打ちのウォーリー・ウォーラスが登場。1948年公開の2は新たなるライバルとして、ハゲタカのバズ・バザードが登場した。ウォーリーは主にウッディに振り回され、半ば一方的にやられる役が多かったが、対するバスはウッディを欺き互角に張り合う役柄であった。1954年公開の2。 ガールフレンドのウィニー・ウッドペッカー、ウィニー・ウッドペッカーが登場した。ただし、クラシック短編映画の中で、彼女が出演したのはこの作品のみ。本格的に、レギュラーとなったのは、ザニュー・ウディ・ウッドペッカー賞からであった。1956年公開の2話、には、老いのスプリンターと名のノットヘッドが登場した。1957年にテレビシリーズが放送開始。 番組内では過去の短編映画を放送した。このシリーズの人気、評価は非常に高く、1990年代後半になっても再放送されていた。1961年には日本でも吹き替え版で放送され、日本での知名度を向上させるきっかけとなった。1978年頃、日本の遊園地長島スパーランドのマスコットキャラクターに起用された。 1988年公開の長編映画、ロジャーラビットに出演。1999年に新しいテレビシリーズが放送。前、シリーズとは違い、こちらは完全新作を放送していた。2001年には日本でも吹き替え版で放送された。2017年に最新作が公開された。当初は短期で凶暴。 自己中心的で気が狂ったキャラクターであった。自らの欲求を叶えるためなら、手段を選ばず、相手側に火がないのにもかかわらず一方的に攻撃を仕掛けることが多かった。後期になると恩和で親しみやすいキャラクターとなり、かつての性格はなりを潜めることとなった。食べることが大好き。ただし自分で料理をすることは、 あまりなく、ウォーリー等から食料を奪って食べることがほとんどである。初期の作品では、ベル・ブランクが、ウッド・ペッカーの声を演じていた。1950年の実写映画、ガッツ世界征服の中に挿入されたアニメーションパートでは、ランツの妻、グレース・スタッフォードが、ウッド・ペッカーの声を演じ、これ以降の作品では、スタッフォードがウッド・ペッカーの声を演じた。 ウッドペッカーの笑い声を21年も務め、後年彼女のドキュメンタリーも収録されることになった。スタッフホォードは1992年に亡くなった。日本では、ウッドペッカーのテレビアニメが複数作放送されている。また、ウッドペッカーは、ガールフレンドのウィニー・ウッドペッカーと共に、大阪府にある、ユニバーサル・スタジオ・ジャンのメインキャラクターを務めている。 1961年9月23日から1964年7月9日まで日本テレビ系列で放送。現代はザ・ウディウッド・ペッカーショー。いずれも日本標準時。土曜ゴールデンタイム時代には味の素の一社提供で木曜夕方、枠への移動後には山崎製パンの一社提供で放送されていた。 1965年3月29日から同年9月30日まで日本テレビで放送。札幌ビールの一社提供。放送時間は毎週月曜日、土曜18時18時15分、日本標準時。2001年4月5日から同年10月7日までテレビ、東京系列で放送。全26話。現在はザニュー、ウディウトペッカー賞で、 アメリカで1999年に放送されたものである。この2001年版では同年3月31日にオープンしたユニバーサル・スタジオ・ジャパンがスポンサーについていた。ウッドペッカーの声は渡辺久美子が担当した。制作局のテレビ東京は東京12チャンネル時代の1970年代にも解決ウッドペッカーという作品を放送していたことがある。 また、ビデオソフトは、2001年3月23日に、CIC ビクタービデオから、ウッディーウッドペッカーのホリデーは、大冒険と、ウッディーウッドペッカーのスポーツ大好きの日本が、発売されていが、テレビ東京版の日本語吹き替え声優とは異なる。いずれも日本標準時、いずれもウッドペッカーを、イメージキャラクターに起用していた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。